マニアメリカのプロレス団体 WWE が主催するプロレス工業の名称。2005年2月4日、2月5日に埼玉、スーパーアリーナで開催された。北米大陸以外の地域では、イギリスマンチェスター大会、オーストラリア大会に続く3カ国目、アジア地域では初の TB ショー開催ということで注目を集め、 二日間で三万五千人を動員。当時 WWE に所属していた、船木、田尻、健三鈴木、広子の日本人、レスラー四人や、若手時代に日本マットで経験を積んでいたエリ・ゲレロ、クリス・ベノは、クリス・ジェリコとも来日した。2002年以降、WWE は年2回のペースで日本公演を行っていたがそのすべてがハウスショーであり、今回六度目で、 日本での TB 賞公演が実現した。選手のほか RAW では、ゼネラルマネージャーのエリック・ビショフが、開会宣言を行い、実況チームのジムロスジェリー・ローラーも花道横の実況ブースでこの大会を、実況した。また、WWE オーナーのビンス・マク・マホンも、初来日を果たす予定であったが、日本公演直前に開催された。 ロイヤル・ランブル2005のスキットで両足を負傷し、手術を行ったため来日を断念。副社長のシェイン・マクマホンが来日し、挨拶を行った。放送日は、米国本国では、RAW が2月7日、スマックダウンが2月8日に、日本の J スポーツでは、RAW が2月28日、スマックダウンが3月1日に放送され、フジテレビでは、 先行番組として、WWE 新春スペシャル芸能人、WWE サポーターズが1月4日に、本放送として、WWEX テレビショー日本公演スペシャルが3月1日に放送された。その後に、WWE の虜になったファンの願いもあってか、RAW スマックダウン、それぞれの放映文が2008年に、DVD がリリースされた。 ヒート RAW ベロシティスマックダウンありがとうございます。